このはるか彼方のやつ絶対あんな細いとこ無理やんね、確実に落ちると思うんだ。あ、もうほら全然いろいろとまた地形が変わったっけ。あ、これもまた新しいやつってことよね。さあどこだ。遠いえ、めっちゃ遠い。そして全てにおいて20秒しかないし届かない、無理いや無理。あれは光ってないけん違うってことよね。これは一体どこなの。あ、ここか、なるほどね。さっきのくぐった場所は一体どこにあるのかしらあ、あれか、ん、あれなんだろうか、わからん。ちょい待って、ここのちっこいところは、はい、上陸。あ、透明島、青コインをすべて集めろ。青コイン、え、待って、え、そういうね、なるほどね、なるほどね待って待って待って、でもそこまで時間はかからんはず。待って、怖いよー。え、で、まっすぐ行けばいい。あー、取れんかった取れんかった、クソ、ここまで来たというのに。怖いよ。え、怖いんですけども、え、もう絶対無理、長いよえ、めっちゃ長いんですけど、つらい、長すぎてつらい。ちょっと待って、かけら気になるけんかけら拾いに行こう。ちょっと、はい、これんで、あとあとかけら、なんかこの辺にさどこだあ、そろそろやってくるぞ。ここや、ここ。あ、あと2つ。あ、あれか、あと2つのかけら、上に。あ、お、ここは行き止まりかも。落ちる落ちる落ちる、待って、あ、無敵無敵はいいやけど、あ、あれは、ちょ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 、この機械にね、ちゃんと、はい、熱線をこちらへ、うぃー、来た来たはい、熱線で発掘猫社員。クッパが現れた時はもうちゃんとね熱線で発掘する場所を探していかねば。オッケーオッケー、順調に社員も集まるよりよ、思ったより早く集まりそうな感じ。何時間かかるかと思ったけど最初20個とかって言われた時。さあ、それじゃあ、あとかけら2個なんやけど、透明っていうのもね透明っていうのがややこしいんすよね。でも多分これで生きよったら取れる場所なのではと思うのだけど、いい感じなんじゃない。あ、待って、忘れよった。
いい、待って。どこ？あ、こう行けばいいってこと？え、多いって。無理。いや、無理。待って、別の島行く。別の島行くね、ちょっと。うわ、ボコボコしよる。ちょっと現れ始めたね。またしても。クッパが。ここ熱線当ててもらえる。けど、まだ出現までにちょっと時間かかるかなと思うけん、この島攻略してこう。ん？これまだやってないとこよね、おそらく。あれやったっけ？なんかやったような気がするな。これは？ふえ。え、これ一回やったところ、またやらんといかんのかーい。一回やったら仕掛けか、何も発動せんとかいうわけじゃないんやね。これで一個取ったことになるんならあれやけどね。ただ単にコインが増えるだけっていう。この島もう終わっとんじゃない？え、そんなことない？ちょい待ってね。どこに向かえばよろしいんすかね、これは。はぁ、ロングスライダー、青コインをすべて集めろ。あ、そっか、あれか。はい、青コイン。ちょっとね、君たちの相手をしてる場合じゃないのよ、私。これやろ？そこのかけらもすごい気になるんだけど。無理。ちょ、待って、さっきのかけらは？かけらはあった、あれか。よし、飛ぶわ。かけらあと1個どこにあるんかな。届かねえ。全然届かねえ。ちょ、はくよし、いた。はい、行きまーす。とりあえずかけら集めするね。あとのかけらはなんかさ、この、あ、あそこか。待って。この上に行きたいんですけど、私。行きまーす。ちょ、まっすぐ。はい。猫シャインチップを5枚集めろ。ふぅ、これでこの島はあと青コイン集めるやつだけってことか。いや、難しい。それが難しいんよ。それが難しいんすよ。んで、クッパはどこに行きましたかね。クッパどこ、どの辺出てくる。あれ、まだ出てきおらんかった。出てきよったよね。あれ、おらんくなった。だって私この辺でさ、またなんか一個よったよね。あれ、あ、そうそう、そこを熱線で、あ、来た。ナイスタイミングやったんやね。私が一個猫社員をゲットするぐらいの時間やったんやね。さあ、こっちだ、こっち。さあ、熱線をこっち、どこ？あ、おった。ほら、こっち。熱線かもーん。こい。おっしゃ、来たー。ナイスー。ちょ、入らせて。うえい。
熱戦で発掘猫社員。よし、これで40集まったんじゃない？え、集まってない？集まったと思うよ。どうよ、まあでも一旦帰るんかそこはもう出っ放しでいいんじゃないですかね。やっぱ眩しくて出てられん。ほら、猫社員を40個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れし時、我も目覚める。よし、ってことで次クッパが現れた時には戦闘やね。ふう、思ったより早く集まってよかった。さあ、あの島は？ん？あの島なんだ、何回も行ったような気がするな。かけらかな。よいしょ。この島、この島。あ、青コインか。さよなら。さようなら。で、この島も青コインやったよね。ってことは、次は、どこだ？このウサちゃんは光ってないけん、もうクリア済みっていうことだろう。ってことはもうあっち側かな。さあ、行こう行こう、また上に。そういえばいつの間にか降りてきとったよね。さっき一回上に上がっとったはずやのに。でさ、途中にあった、回転させるやつ、あれいけんのかな。なんか地形変わったやん。でけんもう取れる位置になったんじゃないかなと思うんやけど、まだ無理そう。てか場所がどこだかわからね。多分遠くから見てもあそこに猫社員ってわかるような気がするんやけど、どこだろうか。え、泣くね。あ、ここ、え、違うな。ここじゃないな、別の場所だな。あれ、なくなった？なくなったね。え、なくなったね。じゃ、とりあえずこれチャレンジしようっと。はい、ゴー。この遥か彼方のやつ、絶対あんな細いとこ無理やんね。確実に落ちると思うんだ。あ、もうほら全然ほら、もう全然関係ないもん、私場所。はい、ダメでした。はい、ダメでした。ちょっとそれじゃあ私はもうそろそろ現れるんじゃないかな、クッパ。今ちょうど鳥たちがちょっと飛び立ち始めおるぐらいの時やね。もうこの辺は熱戦で破壊できるようなのはないんか。ちょっと君うるさいよ。ちょっとうるさいって、落ち着けよ。落ち着けて。よいしょ。あれ、こんなところに、こんなところにあるよ。もうこの野球ボールが落ちてるってことはさ、何かしら意味がありそうな気がするんやけどな。てか、どっから降ってきた？最初からあったんかな、ここに。あ、来そう来そう来そう。おっしゃ、来いよ。なんで野球ボールをそうやって払いのけるんだ。さあ、復活せよ、イザベル。よし、来た。びっくりした。復活せんのかと思った。一瞬せんのかと思ったよ。焦るやん、やめて。よっしゃー、これで。あれ、はい、スーパーサイヤ猫。よし、あー、でも思ったよりは体力削れてないね。くそー、まだ足りなかったか。でもしょうがないか、復活する
個数はちゃんと集めたもんね。何これ、なんか持ったんやけど、武器代わりで使える、まさかの武器として使えるんやったん、これめっちゃいいやん。くそ、せっかくの無駄に取ってしまった超無駄に取ってしまった、つら。怖いんですけど、やめてくれる。ちょっと移動が早いのずるいんですけど。いけい、あ、ダメだ。待って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 って、危険危険危険、よし、スーパーサイヤ猫、どこ、あったほらほらほら、こんな何回も何回も戦ってきてさ、また今回こうやって初めて知るっていうね、武器として使えるの。しかも結構な勢いで結構な勢いで解き放つよ、あれ。どや、めっちゃ吹っ飛んだ。でもまたこれで沈んでいくんやろ。ほらほら、水中に、水中っていうんかな、なんかヘドロの中に。お父さん本当にどうしちゃったんだよ。次に会うのが怖くなってきた。だけどもう少しでなんとかなる気がする。マジで50個ぐらいとクッパジュニアは伝えたいようだ。あ、50個や。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。クッパ倒しても全然平和の雰囲気にならんのやけど。ならんのやけど。ってかまた登場しましたけど。